あのね、びっくりしたのが、はい、アフレコ現場ってマイクが置いてあるお部屋とスタッフさんがいるお部屋って分かれてるのね。そこには大きな重い扉があるわけ、スタジオだから。カッペイさん、東映の場合ね、平気で向こう入っていくから、ね。勝手したるみたいな。私ね、25年だけど、それまではできない、やっぱり。そうですよね。調整室には入れない。うんうんうん。ナレーションの時は調整室に行って、はい、スタジオに行って、うん、調整室に戻ってきて、はい、出来上がりを聞いて直すところを直すみたいな感じだから調整ルームにいるけど、うん、アニメーションで調整ルームにいたことは見学の時にしかない。そうですね、普通そうですね、うん、はい、カッペさんは向こうに行ってなんやかんやしてますすごいな。